三吉梅木は、日本のジャズ歌手、女優である。本名は、梅木三吉、高い字の合衆国連邦政府登録名は、三好フッド、日本では、ナンシー梅木の芸名で知られる。北海道小樽市生まれ。1957年のハリウッド映画、さよならで、東洋人の俳優として、初のアカデミー賞を受賞した。 オタルシーナホの梅木鉄工所の娘として生まれる。オタル緑川丘高等女学校卒業後、戦後間もなくから地元の病院長夫人に英語を学ぶ。上京後、兄が第二次世界大戦後に日本を占領下に置いた連合国軍の通訳をしていた関係からキャンプでジャズを歌うようになる。新中軍の商工クラブの演芸担当だった。 長島達治がアメリカの英語曲を歌える歌手として、梅木の兄を雇った際に妹の方がうまいと聞き、ナンシー梅木の芸名でクラブに出演させるようになったのがきっかけと言われる。1950年代における日本のジャズ歌手の草分けとして、角田隆史 &6 やレーモンド・コンデのゲイ・セプテットなどのジャズバンドで人気を 白紙、ナイトクラブやステージで活躍した。青春ジャズ娘、ジャズ、オンパレード1954年東京シンデレラ娘、などのミュージカル映画にも出演した。外国タレントの呼び屋として、アメリカ芸能界と縁のあった、長島の助言で、1955年、音楽の勉強のため渡米した梅木は囲碁活動の、舞台をアメリカに移す。1956年には、 CBS テレビのアーサー・ゴドフリー賞に着物姿で出演して英語の歌を歌い話題となった。これが縁となってマーキュリーレコードで LP アルバムを発表。ここでは英語と日本語を交えて日本とアメリカの曲を歌っている。アルバムタイトルはミ好シウメキ、ミシシングスフォー、アーサー・ゴドフリー。1958年には同レーベルでセカンドアルバム。 ミ好シも発表している。1957年、マーロン・ブランド主演の映画、さよならで、コウ・ミーコと共にスクリーンデビュー。この映画の演技で、アカデミー助演女優賞を受賞した。これは、東洋人の俳優としては、初のアカデミー賞受賞であり、また、助演女優賞をアメリカと、イギリス以外の俳優が受賞したのも初めてであった。なお、 この年の助演団優勝にはやはり、日本人の早川摂州がノミネートされていたが、受賞者は、さよならで、三好の相手役であったレッド・バトンズであった。1958年開演のブロードウェイミュージカル、フラワードラム・ソングに出演した三好は、ドニー賞のミュージカル部門最優秀女優賞に、 ノミネートされ、1961年に映画化された、際にも、舞台と同じ役を演じた。その他の映画出演作品には、嬉し泣き、戦略泥棒作戦、忘れぬ墓場などがある。また、1969から1972年には、テレビドラマ、エディの素敵なパパにレギュラー出演している。またゴールデングローブ賞に3回ノミネートされている。 日本どころか世界に誇れる、華やかなキャリア、受賞歴の陰で、私生活には恵まれなかった。離婚を経験、そして再婚を果たすも、再婚相手に先立たれた。三好のショックは尋常でなかったようで、再婚相手の死の後は、芸能活動から遠ざかりマスコミの取材などにも、応じていなかったため近況は長い間不詳であった。 アメリカの様々なサイトによると引退後ハワイに移住した後、最近までミズーリ州で息子夫婦や孫と暮らしていたという。2007年8月28日にミズーリ州オザークのリッキングにある医療保養施設でがんの試し去していたことが伝えられた。 去年78、ありがとうございます。